みんな見て、これ。動物の森の同梱版、欲しくて、ちょっと欲しくて、ネット探してたんだけど、もうどこも売り切れとか、抽選で、買える人決まってたんですよ。で、全然買えなくて、もうどうしようかな。じゃあメルカリとか、ネットオークションで見ようかなと思って。一回メルカリをパッて開いたのよ。元々の値段が3万5000円ぐらいだったんですけど、なんか50万、ごめん、ちょっと思った。5万2000円とか、5万6000円とか、ちょっとね、バカ高いんだよね。大体の同梱版5万円超えてるの、これみんな転売ヤーですね。みんな転売してるの。ちょっと腹立ちますね。マスクと一緒ですね。最近ね、マスクが、売ってないとか、転売されてるってちょっとね、別の動画でなんですけど、ちょっと騒いでて、暴れ狂ってたんですけど、今回この同梱版よ。動物の森転売されてるよ。まあ、でも可愛くてね、欲しいんだよ。5万でも欲しいんだよ。欲しいから、なんか手伸ばしちゃいそうだけど、でもこれで買うとちょっと負けた気にするじゃん。いや、でも同梱も欲しいんだよな。みんなならどうする？この買う？買いますか？ちょっと高いけど。可愛いから欲しい。でも、もともと持ってるけどさ。動物の森。持ってるけど。あ、でもこれ売れてんじゃん。ソールド。5万1000円売れてる。え、これバカじゃん、これ。これバカじゃん。37万5千円って。バカじゃん。コメント見ようぜ。コメント失礼します。こちら1対4万円ほどでお釣りし。35万4万って値引きしてる。え、待って。え、そういうこと？全部で7台だって。この人7台売ってるらしい。ふざけんなよ。1台よこせ。やばいって。いや、これやばいって。高いって。何これ？いろんなのついてる。6万円だって。うわ、弁当箱もついてるよ。うわぁ、いいなぁ。欲しいけどなぁ。欲しいけど、これで買ったらなんか負けた気がするんだよなぁ。欲しいけど、手出したくないんだよな。最近なんか怒ったことありますかって言われて、多分、犬一番にこれとマスク。これとマスクについて、転売については多分結構、私の沸点は低いかと思います。みんなこういうの、どう思いますか？ただ明日、動物の森出るから、はい、楽しみましょう、みんな。俺も買うので、ね、いっぱい動画出して、いっぱい。動物と遊ぶ俺、タヌキチチ好きだし、レイニーも最近好きになったんで、キャラもね、そんな詳しくないんですけど、いっぱい覚えて遊びたいと思います。ありがとうございました。